よくね、弊社のまあインターン生の学生の子たちとか、あるいはもう社員から、普段どういう寿司屋さんでね、ご飯食べること多いんですかって言われることが多いんで、東京都内のベスト寿司屋さん3選、お伝えしたいと思います。まず1個目は、比較的こう安めで、大衆向けなんですけども、人気が高い寿司屋さんで言うと、いろは寿司っていうね、中目黒にある寿司屋さんは、すごいおすすめです。入って、座敷の方とか行くとね、もう、ぶわっと芸能人のサインとかね、所狭しと貼ってるような店なんですけど、何がいいかっていうと、もちろん美味しいんですけど、とにかく安いんですよね。っていうのと、種類が豊富。なので、まあこう、友達複数人とかでね、こうサクッと客単価5000円ぐらいでね、食べたいなっていう時には、すごいおすすめの店なんで、ぜひね、中目黒近い方とか、近くで用事ある方は行ってみてください。で、二つ目。ちょっと高級なね、カウンターの寿司屋さん。行きたいけども、高すぎる1人3万とか5万とかするところは無理っていう方は、寿司5つっていう、銀座にね、4月にオープンした店が非常におすすめです。これ何がおすすめかっていうと、まず、めちゃくちゃボリューミーです。25品確かトータル出てきます。それでいて、1人コースの単価1万5000円なんですよね。銀座っていう立地で美味しい寿司屋をカウンターで食べて、25品っていうね、たくさん出てきて1万5000円って破格だと思うんで、まあ、カウンターでね、こう、なんかの記念とかで、このここはね、行きたいなとか、ちょっとこう学生やけども、給料入ったし、奮発したいなって時は行ってみてください。で、最後、三つ目。これはもうベストボックス寿司なんですけど、浜松町にある、キロヤっていうね、寿司屋さんです。おそらくここ100名店取ってるようなね、お店なんですけども、少しちょっと高めです。まあ、一人だいたい2万5000円から3万円ぐらいします。何がすごいかっていうと、味はもちろん一級品でめちゃくちゃ美味しいんですけど、五感に訴えかけてくる系の寿司屋さんで、どういうことかっていうと、例えば店の匂い、寿司によってはすごいこう煙を焚いてね、あえてこう渋い感じの匂いを充満させながらお客さんに提供する寿司があったりとか、あるいは目で見てても面白いとか、なんか本当にね、いろんな角度からこう寿司をエンターテインメント的な感じでやりつつも、味は抜群に美味しい寿司屋さんなんで、ぜひね、ナンバーワンの寿司食べたいという方は、ヒロヤ行ってみてください。おすすめです。